今日はこんにゃくと野菜のカレー炒めを作ります。パプリカは1センチ幅に切ります。小松菜は2センチの長さに切ります。こんにゃくは食べやすい大きさに棒状に切り、エリンギはこんにゃくと同じくらいの大きさに切ります。こんにゃくは熱湯で1分ほど茹でてざるにあげ、お湯を切ります。フライパンにごま油を熱し、こんにゃくを炒め、パプリカ、小松菜、エリンギを入れ、中濃ソース、カレー粉、水を加えて炒めます。味を見て物足りないようであれば塩少々を加えてください。こんにゃくと野菜のカレー炒めの完成です。